はい、ピースケです。サクスペやっていきますということで、はい、ぷよくえでございましたいきなりですけど、はい、サタンのやつですね。で、俺は一応 PSR は確保できたという感じでした。まあ、日曜日ちょっとやっただけだったんで、ちょっとあんまりね、まあ、本当は3枚欲しかったなっていうのあったんですけど、まあ、46まで持っていけたらより良かったかなと思ったんですけど、うん、ちょっと時間なさすぎてダメでしたまあ、あとあれかな、俺アミティとか持ってなかったんで、アルルとかね、そっちでボーナスちょっと低かったりとかもしたのかな、ちょっとあんまりちゃんと見てなかったんでわかんないですけど、ということでサタンの回収やらやらしていきたいと思います。で、この辺いないよね。もう全部っぱしちゃうので、あれかな、 PSR2 枚しかないので、あれかな、通らないかな。ちょっとね、この下の方がさ、手に入らなすぎだよね、ちょっとね。なのでちょっときついとは思うんですけど、45まで行ってくれ行かないけど、1は確定、2ならまあ OK、 あー OK、 はい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 期待はしておりません。でサタン使って遊びたいですね。まあ、もともとぷよぷよはもう捨てる予定ではあったので、PSR 手に入っただけ良かったかな。てか俺アプリに46いるので、ちょっと連れてきたいわ。125% やる気。45で？あ、筋力ボナか。どうなんでしょう。まあ、50いけばいいけどね。まあ別に使えるか。で、得意練習 30% がやっぱ強いので、それですね。で、まあやる気が125あれば、まあ結構いけんじゃないかな。で、クロス9では結構俺使ってて、球速固めとかで。うん、使ってたりとか、バウンサーよね、この人。あれ？バウンサーなので、フリートとかもいけるし、あ、違うかも。あ、いや、バウンサーですね。はい。バウンサーなのでいけるので、まあ、いろいろ遊べるかなとは思います。普通に、まあ、しのぎくんみたいな感じで有用な、急速キャラだと思うので、うん。まあ、報酬でね、もらえる分には、かなりいいキャラかなっていうふうに思います。はい。で、合わせが来てて、でね、アマネがリーチなんですよね。なので、ちょっとそっち狙いで、まあ、合わせ自体は、まあ、一応2上限で、強いは強いんですよ。で、ラブパーで強いは強いんですけど、まあ、北斗かな、使うとしたら。北斗で使うか、まあ、別にいなくても大丈夫かっていう。うん。彼女キャラは結局シアンになるので、うん。そこまでにはなっちゃうんですけど、北斗で使おうとするとね。はい。で、まあ、アンドロメダも結構強かったんですけど、アンドロメダも、まあ、肩上限枠でコリスがいるので、まあ、ミートと肩なんでね、ミートと肩で、まあ、ミート上限は、まあ、ある程度いるし、肩上限枠も、まあ、コリスがね、いたりとか、まあ、アミティがいたりとか、まあ、いろいろしてるので、ちょっとね、出番ないかな、厳しいかなっていう感じですね。まあ、で、人気投票で1位のキャラなので、まあ、王子みたいなね。あれ、王子？忘れた、ごめん。あの、角田の別バーとか、あんま強くなかったと思うんですけど、なんかそんな感じになっちゃうかな。通常の合わせの方が、まあ、金徳2個とかだったりとかで、うん。そうですね。まあ、両方、まあ、欲しい、なんですか、どっちか1体っていうよりは、まあ、使い分けな感じにはなるんですけど、うん、ここでか
で、あとクロスナインに近いんですよね。クロスナインに近いので、まあ、あまね持ってない人はどうぞって感じかなと思います。前回同様、前回も王子佐駅でね、200個で引けるので、これねいいかなっていう感じしたんですけど、うん、っていうのと、まあ、やっぱ5周年近いのと、クロスナインもしかしたら明日お知らせ来ちゃうかもしれないし、まあ、遅くても15までには絶対来ると思うので、うん、今引いちゃうと、まあ、この4月1日の入れ替えとかでね、来るかもしれないし、まあ、木曜ですけどね、たまに木曜実装時もあるので、あれでも 4時までだな。メンテはないんだ。メンテはないけど4時までなんだかな。なんかよくわかんない感じだね。1時までじゃないので、ちょっとわかんないな。ちょっとその辺のお知らせが明日いろいろ来るかもしれないんですけど、うん、まあ基本的にはスルーでいいかなと思います。ただあまね狙いの方、あまね狙いでいけるかな。まあちょっと出づらいかもしれないんですけど、うん、っていう感じになると思います。はい、ということで以上。ギリギリ俺これ耐えられてるんですけど、これでもね忘れないようにやっていきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。